皆さん挨拶です。ウィッス、ここは滑る前提できてるんですけど、有明という素晴らしい地で開催いただきまして、また今回もですね、直前での対応本当にありがとうございます。スタッフの方々本当にありがとうございます。で、聞きに来てくださった皆さんも本当にありがとうございます。今回パイコン JP2022、 トークが5つから1つ選べんって私になりまして、その中でもこの Python とアサリを聞きに来てくださってありがとうございます。ニッキーと名乗ってまして、 Python とアニメが大好きで、積極的にですねアニメネタを登壇中に入れ込んでいくというのを、持ち味としております。生温かい目で見守ってください。普段はですねユーザーベースという会社で、Python を使って自然言語処理、機械学習とかやってます。また、エクストリームプログラミングというアジャイル開発やってまして、テスト駆動開発とかペアプログラミングとか毎日楽しく開発しています。では本編の方入っていきましょう。まずはですね、このトークの位置づけなんですが、皆様ようこそお越しくださいました。このトークではアスタリスクにまつわる Python の文法事項を皆さんと一緒に一覧していきます。PyCon JP2022 のテーマ皆さんご存知ですか？ Meet and Discover らしいんですけど、ぜひですねこの場でアスタリスクと出会っていただいて、そして Discover、 まだ知らぬものがあったら発見してしちゃってください。で、聞きに来た人もしかしたら、こういうことを思ってるかもしれないんですよ。いやアスタリスク話すって言うけどそんなに使えるものなんだっけと。いやもうその疑問はもっともでして、アスタリスクは品質ではないというか、別にこのトークの内容を知らなくても Python 書いていけると思うんですけど、ここでですね出会った方はですね頭の片隅に留めておくと、いつかですねそれが役立つタイミングが来るといいなと私は願って発表しております。ちょっとでもなんか面白かったよとか思えるところがあったらいいなと思ってます。Python 3.10 で確認していますが、バージョンの制約はあると思うんですけど、 3.7 以降 の、 その現在サポートされている Python で動くと思います。私ですねこの5つについて話していくんですけど、どういう感じかというと、 LT が5本あると思ってください。 LT を5本やります。なんで、この中の特に興味があるところはもう集中して聞いていただいて、でここは別に知ってるよって方はスライドとかツイッターとかでぜひにぎやかしにしてもらえればと思います。またとにかくネタを盛り込みました。ぶっちゃけ作りすぎました。170枚とかあります。途中に話すネタもあるんですけど、そのあたりは飛ばしますし、このダッシュマークっていうんですか、走る絵文字があるところは本当に駆け抜けるので、お手元で興味があったら見てみてください。じゃあ最初の LT いきます。二項算術演算子としてのこのアスタリスクたちですね。ジョーさんとかべき上できると思うんですけど、皆さんこういうアスタリスクの手方したことはありますか？おめっちゃ手がある、ありがとうございます。おなじみということでサクサクいきます。掛け算できます。 2×6 も 6×2 も12、素晴らしい。で、整数同士だけじゃなくて、数値同士だけじゃなくて、整数と、シーケンスなるものも、掛け算できると。シーケンスっていうのはですね、用語集を引くとですね例が上がってて、リスと文字列、タプル、あと自分で作ったりもできるんですけど、整数のインデックスでアクセスできて長さを返すものがシーケンスなので、整数とシーケンス掛け算できると。いくつか例を出しましたが、このトークのタイトル絵文字入ってると思うんですけど、こうやって繰り返しました。またこれマイナスの整数も渡せるんですけど、マイナスの整数は全く繰り返さないということになります。空になってます。一番下の例見てみてください。でもう一個べき乗パワーってやつですね。パワー、こちらは5アスタリスクアスタリスクさんだと5を3回かける 5×5×5 です。でこれもちょっと面白いなと思ったんですけど、マイナス1って2回かけたら1じゃないですか。マイナス12回かけたら、それをやりたければ下みたいにカッコつける必要あるんですよ。でカッコつけないと1の事情を計算してからマイナスがつくっていう優先順位があるらしいです。で彼は楽しそうに話してると思うんですけど、なんか別に知ってるようだと思うんですけど、もうちょっと深掘りたいと思います。でどう実装されてるか私すごい気になったんですよね。このアスタリスクたちがなんか裏どうなってんだみたいな。特殊メソッドという言葉ご紹介します。ある方に特定の操作、例えば加算をするために Python から暗黙に呼び出されるメソッド、加算があるように乗算やべき乗にも特殊メソッドというものがあります。特殊メソッドにはメソッド名の最初と最後にアンダースコアが2つついていまして、特殊メソッドについてはドキュメントの中に一覧のページもあったりします。特殊メソッドは、エイリアスというんですかね、別の名前でも呼ばれてて、スペシャルメソッドとかマジックメソッド、ダンダーメソッドみたいな風にも呼ばれます。でジョーさんの特殊メソッドは何かなんですけど、これマルチプライから来てると思うんで、ちょっとこうメジャーな呼び方じゃないかもですが、ダンダーマルを呼んでいます。
またべき上の方はこれパワーっていうらしいので、ちょっと読み方わかんないんですけど、ダンダーパウです。私こう読んでるよとかあったらスライドとかで教えてください。ダンダーパウを呼びます。で、組み込み関数パウってやつも、中ではこのアスタリスク2つのべき上の演算子使うので、ダンダーパウと等価かなと思います。で、これですね、クラスを定義するときに特殊メソッドをオーバーライドすることによって、オリジナルの掛け算とかべき上ができると。なんでこのダンダーマルをオーバーライドしてみましょう。掛け算、ごめんなさい、文字列は掛け算ってできないと思うんですけど、文字列同士の、私は文字列の掛け算がしたかったんです。というわけで、こちらの例のようにカップラブル STR というのは単体では文字列みたいに振る舞うんですけど、掛け算ができます。はい。で、ソースコードこんな感じで丸をオーバーライドしました。まとめます。乗算とべき乗について特殊メソッドというものを紹介しました。さらに知りたい方はこのあたりがおすすめです。で、あとですね、面白いのに R 丸とかダンダー R 丸とかダンダー I 丸みたいなのもあって、ここだけでめちゃめちゃ話せるんですが、次に行きます。はい、1本終わりました。この背景色かは見えないかもしれないですけど、皆さんの緩和は休憩タイムです。息抜きしてください。全部 LT 集中するの大変だと思うんで。で、インポート文にもアスタリスクってあると思うんですよ。これですね、フロムホゲホゲインポートアスタリスク、これはですね、おすすめしません。このトークおすすめしないアスタリスクも紹介するという、ことになっております。で、なんでおすすめしないかはちょっと詳細には言えないんですが、PEP8 とかでも避けるべきってあるので、おすすめしません。自己紹介をばらしました。ここも CM なので、息抜きのタイムです。私はですね、コミュニティ活動とかも精力的にやってましたみたいな感じで、スタッフとか座長もやってますし、経験がありますし、過去ですね、過去じゃない、毎月オンラインでやってるみんなの Python 勉強会という勉強会やりまして、こちらもスタッフしてますので、よければ毎月あるんで通話がつくタイミングでみんなの Python 勉強会の方にもお越しください。登壇者も募集中です。では次の LT 行きましょう。アンパック代入とアスタリスク、使ったことある方いらっしゃいますか？アンパック代入、あ、メジャーだ。じゃあサクサクいきますね。はい、全然知らない方向けに話すんですけど、サクサクいきますね。代入おなじみですよね。これは T という変数に、タプル、要素が2個のタプル、絵文字から作ったタプルを代入しました。で、シーケンスのアンパックというのがありまして、 T というタプルに対して、イコールの左にファースト、セカンドという2つの名前、変数名を置くと、先頭がファーストに入りますし、インデックス1の方がセカンドに入ると。で、この書き方は統合の左辺の変数の数と右辺のシーケンスの長さというのを揃える必要があります。で、タプルに限らずシーケンス、リストとか文字列もアンパックができると。エフェクティブ Python ですね、そちらのオライリーさんのブースで売ってたので、もし興味持ったら立ち読みとかできるのかな、分かんないけど寄ってみてください。 FT Python でアンパックを使えばインデックス使わずに済むので、コードが明確になるよっていう風に書いてあると。いや、本当いいんですよ、シーケンスアンパックで。4つのタプルとかこうアンパックしようとすると、ちょっとですね、イコールの左に4つ変数並べるのちょっとなんかこう長くなってくるなみたいな。で、そんな時はこちらキャッチオールアンパックというものがあります。これイコールの、両側でちょっと数比べてほしいんですけど、変数側が3つでシーケンスよりも少なく済んでるんですよね。何が起こるか、ファーストとセカンドはまあ先頭2番目が取られると。で、アスタリスク付きのアザーズなんですが、こちらはまずリストになってます。で、シーケンスの中でその先頭2番目じゃない残りのところの要素を持ったリストになってます。で、このアスタリスクは1回だけつけられるんですけど、別に位置はどこでもいいんですよ。なんで真ん中につけられるしもつけられるし、一番先頭のところにもつけられると。で、残りの要素が入ってくると。またアスタリスク付きの変数に該当する要素がない場合は空のリストになります。で、どんな時に使うかなんですが、こちらもエフェクティブ Python を見る と、リストを重複のないようになんか分割するようなケースでは、インデックスとかを使うとそのインデックスの添え字を間違える可能性がありますが、アンパック代入ならそういうことはないよ、使うといいよと書いてありました。いや、確かにと思いますし、よく使ってます。またですね、ファイルが小さければアンパック代入も使えるかなと思います。以上、シーケンスの長さと同じだけ変数を並べるシーケンスのアンパックというのと、同じだけじゃなくて、なんかアスタリスクをつけることで残りをまとめるというキャッチオールアンパック2つをご紹介しました。2本終わりました。ちょっと給水します。
はい、では、息抜きタイムですね。ここのパックとアンパックという用語を紹介しましょう。パッキングって日常生活で言うと思うんですけど、タプルのパック、タプルに詰めるっていう言い回しを Python のドキュメントではあるようで、またさっき紹介したシーケンスアンパック、そのパックの逆操作ですね、もあると。タプルのパックってどういう操作かっていうと、一番上ですね、カッコとかつけてないんですけど、こうカンマで区切ってなんかデータを並べるとそれがタプルになってるっていう話ですね。でタプルってですね、この外側の丸カッコが必須なものじゃないんですよ。カンマが重要なだと私は理解してます。で複数の値を返す関数とかも作ると思うんですけど、これタプルにパックして返してるんですよね。で、複数同時の代入って Python できると思いますが、まあ、これ変数多岐と密差を入れ替えたんですけど、これもですね、実は裏はタプルのパックをしてシーケンスのアンパックをしてるんですが、ちょっとこれ以上はごめんなさい、作りすぎました、ここでは話せないので、興味ある方は見てみてください。じゃあ3つ目、アンパック演算子ってやっていきたいと思います。皆さんアンパック演算子使ってますか？あ、ちょっとなんかガクッと減ったので、じゃあ丁寧めにいきます。はい、2つ紹介します。イテラブルのアンパック演算子と辞書のアンパック演算子ですね。これは Python 3.5 から導入されてるんですよ。でまずイテラブルの方、イテラブルって何か、要素をですね、一度に一つずつ返せるオブジェクトをイテラブルというと、これらがイテラブルです。シーケンスはイテラブルだから、皆さんリスト文字列タプルがシーケンスってことは知ってると思うので、すでに取り上げたので、なのでシーケンスもイテラブル、リストとかもイテラブルだし、辞書やファイルオブジェクトもイテラブルです。これらのアンパック演算子について話します。使ってみましょう。まずタプル 1,2 という要素を持つタプルを用意し、その左側にアスタリスクをつけます。で、それをリストの中に入れたと。そうすると、全く同じ要素を持つ新しいリストができました。これ要素の追加もできて、そのさっきのアンパック演算子タプルのところに3を加えると、リストとしては 1,2,3 という3が加わったリストになります。他のそのイテラブルは、リストとか、レンジオブジェクトもイテラブルですし、文字列もイテラブルなんで、こんな感じでアスタリスク使って新しいリストが作れると。で、外側 のリストの角括弧を丸括弧に変えると新しいタプルになります。でタプルってさっき小話で括弧つけずに書けるって言ったので、一番上みたいな外側に括弧つけない書き方もできるし、その3を追加したいパターンが一番下で、このですねカンマが重要なんですよ。カンマつけないとシンタクスエラーです。で辞書にもイテラブルアンパック演算子は適用できるんですけど、取り出されるのはキーだけになります。次が辞書アンパック演算子。実際使ってみると、辞書の波括弧があると思うんですけど、その中に、アスタリスクを2個並べて、辞書を指す変数辞書を置いたと。そうするとキーと値の組みが全く同じ新しい辞書ができました。これもこちらもですね、同じように要素を追加できまして、これはメロンっていうキーと777を追加して見ています。でこのアンパック演算子は一度に複数使えるんです。PEP448 に書いてあります。一度に使う例として、上は、イテラブルアンパック演算子を2つのイテラブルに使って新しいリストを作る例、下側は、辞書アンパック演算子を、辞書2つに使って新しい辞書を作る例です。でこういうケースありませんか？2つの辞書をマージして新しい辞書を作りたいと、4でちょっと回してるんですけど、もっと辞書書けないですかって聞かれて、これをしてた私はですね、ニヤニヤしながらですね、こうそれ辞書アンパック演算子でできますみたいな、ちょっと性格悪いかもしれないですね、なんかニヤニヤしたらできますと伝えてたので、こんな感じです。その2個並べてますよね、真ん中のところを見てください。これで2つの辞書がマージできます。まとめますと、アスタリスク1つでイテラブルアンパック演算子、アスタリスク2つ並べると辞書アンパック演算子でした。一度に複数使いますので、よければ使ってみてください。さらに知りたい方はこのあたりがおすすめです。3本話しました。でどうしようかな、ちょっと余裕がある気が思い込みましたけど、してるので、私パイコン JP めっちゃ楽しんでますアピールをするので、なんだろう、自慢したわけじゃなくて、みんなさんも同じくらい楽しんでもらえたらいいなと思ってアピールしますですね。スポンサーブースがめっちゃ楽しいんですよ。そことかでやってるんですけど、なんか素敵な缶バッジとかもらえましたし、ノートさんのとかチュラリトさんのとか、あとなんかシールをですね、各ブースに1個シールがあって、4つ集めるとこの黄色い T シャツがもらえますので、よければトークの合間の休憩時間とか、トークの裏とかでスポンサーブースめちゃめちゃ楽しいんで、なんかこの辺りのグッズもいただいちゃって、もう本当に楽しいので、よければ行ってみてください。あ、すいません、ちょっと私が申し訳ない、すいません、大変申し訳ないです、塚田さん。はい、あとは、あとこれかわいいのでつけてます、これももらえます。はい、これも、はい、じゃあ、そうだ、小話をしてから次の入れていきましょう。辞書のマージなんですけど、 Python3.9 からですね、
こう私は気づいたと、この縦棒のパイプの演算子でできると、そういう方もいらっしゃると思うんですよ。で、このペップにですね、グイドさんもですね、この並べて書けるよってのを忘れてたみたいなこと書いてあって、ああなるほどみたいな。で、今二通りのやり方であるんですけど、一応なんか私の意見としては 3.9 以降はもう縦棒1本で済むので、辞書を回したければ縦棒のパイプ記号を使うのがいいのかなと思ってて、 3.7 3.8 でパイプがなくても諦めることはないです。アスタリスクを使ってください。はい、あ、これなんか折り返しスライドだ。ちょっとじゃあストレッチタイムです。手とか伸ばしてもらって、半分ぐらいなので、はい、なんか会話にはですね、魚というとですね、チンアナゴというストレッチがあるみたいで、はい、ちょっと盛り込んでみました。こうまだまだ先はないというか折り返したところなので、ここで一息入れて次に行きましょう。じゃあ残りの2本は関数が出てきます。関数とアスタリスク、その1が専用引数で、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、1個でもいいんで、何々専用引数って使ったことある方いらっしゃいますか？なるほど、分かりました。大丈夫です、大丈夫です。上げづらかったかもしれませんが大丈夫です。本当に基本の関数呼び出しのところから行くので、分かんなければ私の説明が悪いってことで後で質問とかしてください。キーワード専用というのと一専用があるんですけど、ここちょっと長い話をしますね、出てくるまで。で、関数の周りの用語なんですが、引数って言ったときに仮引数っていうものと実引数っていうものがあります。仮引数は関数の定義で使う引数です。で、実引数は関数呼び出しで渡す値です。このまず実引数の方、関数に渡す値なんですが、これは2通りあって、1引数とキーワード引数ですね、名前付きとも言います、キーワード引数の方は。で、関数定義の方の仮引数は、1またはキーワード引数です。例を出しましょうか。これ BMI を計算する関数でして、このハイト M とかウェイト KG キログラムが仮引数ですね。これは1でもキーワードでも渡せる、1またはキーワードという種類なので、呼び出すときは、まあ、これが実引数なんですけど、まあ、これらのどれもできると。一番上は1引数だけを使った例で、真ん中はキーワード引数、これ渡す実引数の順序を変えられます、キーワード引数だと。で、一番下が、まあ、1引数使って、その後にキーワード引数、名前付きで渡すっていうのをやりました。このようにですね、呼び出し方、実引数には2種類あると。1引数と名前付きがあって、1引数は順序が大事だし、名前付きキーワードで渡すとその名前を付けているので、まあ、明確さはあるなと思われます。もう1個ですね、仮引数にはさっきの1またはキーワードっていう種類とは別に、デフォルト値を持つか持たないかという種類がありまして、デフォルト値がなければその仮引数は必須になりますし、デフォルト値があればオプションになります。ウェイト KG の方に日本の、男性の平均体重を設定しました。 61.8 です。で、デフォルト値が設定されている、ちょっと1個戻ります、すみません。ウェイト KG の方はオプションになったわけです。オプションということは、実引数を渡しても渡さなくても良いと。なので、必須の方だけを、まあ、1引数でもキーワード引数でも渡せるし、またオプションの方にも全然1引数でもキーワード引数でも渡せます。で、オプションの仮引数が複数あるような、関数を考えてみますと、1引数でですね、この下側のように3600とか 2.2 って渡したときに、値の意味がちょっと分かりづらくなりがちかなと思われます。で、ここは名前付きで渡すと分かりやすいですと。オプションの仮引数が複数あるときは名前付きが分かりやすいですし、また仮にその片方はデフォルト値を使いたいみたいなときにも、1引数だと両方指定しないといけないんですけど、キーワード引数、名前付きだとそのデフォルト値を使いたくないところだけ指定できますよね。はい、で、関数に追加する引数はオプション、どういうことかというと、関数があるときに引数増やしたいってなったとします。その引数はオプションが良いだろうと考えられます。なぜなら必須引数、デフォルト値持たせないと全ての呼び出し箇所 を直す必要がありますが、オプション引数だ と、デフォルト値持っているので、これまでにある呼び出しは直さなくても良いと。で、またオプション引数にすると名前付きで渡すと分かりやすいし、複数あるオプション引数のうち必要なところだけ指定できるようになります。で、ここまでが前置きでした。聞いてくださいありがとうございます。ここでその専用引数が出てくるんですけど、仮引数デフォルトでは1またはキーワード引数っていう種類なんですけど、キーワード専用にしたりとか1専用にしたりができるっていうのが、ここで皆さんに共有したいことです。キーワード専用引数というのは、名前つけて渡してくださいねっていうのを使う人に強制できるんですよ。このように書きます。
アスタリスクです、皆さん。アスタリスク。アスタリスクの、あ、ちょっとなんかテンション上がりすぎちゃって、変な人みたいでしたね。アスタリスクの後に仮引数並べてて、この、こういう書き方をしたら、この2つはキーワード専用になります。名前付きでのみ呼び出せます。一引数で渡した例が下で怒られてます。タイプエラーが阻止されます。どんな時に使うかですが、関数呼び出しの意図を明確にできますし、まあ、私の意見としては、そのデフォルト値ありのオプション引数だとキーワードの方が望ましいのかなと、分かりにくさがなくなりますし、また必要なところだけ指定できるからというふうに考えています。で、実際ドキュメントとか見ていくと使われてたりもします。じゃあもう一個、1専用の方で、これは、さっきの、キーワード専用とは逆に1引数で渡してくださいねと強制する、名前付きで渡したら怒られるやつです。で、これは Python 3.8 から TEP570 で可能になりました。今回はですね、ちょっとスラッシュなんですけど、アスタリスクじゃないんですけど、スラッシュを入れるとスラッシュまでの引数は1専用になります。はい、なります。で、一番上は1引数で呼び出してるから何も問題ないんですけど、ちょっと名前付きで呼び出そうかなってやった例が下側で、これは、怒られてます。タイプエラーが処理されていると。どんな時に使うか、これ引数名をですね、将来変更可能にできるんですよ。絶対に名前付きで渡さないので、仮引数の名前を変更できると。また、What's new in Python 3.8 見ると、引数名が有用じゃない場合に、その指定されちゃう利用がなくなりますよと書いてありました。で、実際ですね、その SUM とかにはこの1専用引数が使われてます。というわけでまとめていくと、ここまでまとめると、アスタリスクを入れると、そこから後がキーワード専用になります。またスラッシュを入れると、そこから前の仮引数が1専用になって、これでその使い手側にキーワード引数渡しだけにしてねとか、1引数渡しだけにしてねみたいなことを強制できて、まあ、それぞれ、一番右に書いたような利点があります。4本話しました。ちょっと給水します。はい、なんかここが分からんかったとかあったら、ツイッターとかスライドとか遠慮なく書いてください。あ、ここで小話があるが、まあ、ちょっとどうしようかな。これ時間あったら最後紹介しますね。私アスタリスクが好きすぎて標準ライブラリなんかも探してみたんですよ。で、まあ、グローブとか、パスリブとか FN マッチとか、これ初めて知りました、今回の投稿するにあたって。あと正規表現にもありますよね、アスタリスク。 SQLite とかでも、まあ、これちょっとお前そんなんありかって言われたんですけど、使いますよね、アスタリスク。データクラスでは、そのさっきキーワード専用って渡したと思うんですけど、実は Python 3.10 からのデータクラスはこの KW-only ってやつ使うと、キーワード専用フィールドができるようになりました。まあ、アスタリスクに相当するから載せました。はい、皆さん多分ですね、漏れがあると思うので、皆さんその標準ライブラリこんなところでアスタリスク見かけたよとかあったら、目撃報告お待ちしております。更新します。じゃあまだまだ息抜きゾーンで、自己紹介最後のパートです。ソフトウェア変更容易なものを作ることに私すごい興味があってですね、で最近ではですね、良いコード悪いコードで学ぶ設計入門という本が、まあ、今年出たんですけど、それの読書会をオンラインでやってます。これコードは Java なんですけど、 Python で書いたらどうなるんだろうみたいなのを考える読書会で、まあ、もしなんか一緒に考えたいよみたいな方がいたら、隔週でやっていくので、よければご参加ください。じゃあ最後の LT です。関数とアスタリスク、もう一個可変長引数、これもいろんな可変長、いろんなというか、まあ、いくつかあるんですけど、使ったことある方いらっしゃいますか、可変長引数。あ、さっきよりはちょっと増えた感じ、大丈夫です。また、知らなくても大丈夫です。まずですね、皆さんが絶対知ってるあの関数からいくんで、で、可変長っていうのは2種類あって、可変長1引数と可変長キーワード引数っていうのがあります。じゃあ皆さんが知ってるあの関数ですが、プリント、組み込み関数プリント。プリントはですね、引数何個でも渡せますよね。一番上が1個渡した、真ん中は0個1個も渡してないで、あと、一番下は3つ渡してます。1引数として1引数何個でも渡せると。プリントのドキュメントを見てみましょう。そうするとなんか先頭にアスタリスク付きのオブジェクトっていう仮引数があるんですよ。これが可変長1引数です。皆さんプリント使うときは使ってると。で、アスタリスクをつけた引数は任意の個数の1引数が与えられる、仮引数になります。
なので例えばそのアーグスという名前にしてアスタリスクアーグスにすると0個以上の1奇数が与えられるようになりますし、まあ、オプションだから1個も与えなくてもよいと。でアスタリスクをつけた引数のあとその次の引数からはキーワード専用になります。そういう効果もあります。実際にですねちょっと作ってみてこのアスタリスクをつけたアーグスという、変数が指す型は何かタプルらしいです。タプルらしいというかタプルです。で、これがそのアーグスっていうタプルの中身を出力する関数を作ってこれ何個でも1奇数受け取れるので実際に呼び出してみました。まあ、1,2,3 って渡したりとか1個も渡せなかったらまあタプルが入ってるなと。はい。でじゃ次は何個でもキーワード奇数を与えられる関数なんですけどディクトって実は該当するんですよ。組み込みにある。でディクトのドキュメントを見るとアスタリスクアスタリスク KW アーグっていうのがあってこれがですね可変長キーワード奇数です。アスタリスクを2つ付けた引数というのは任意の個数のキーワード奇数が与えられます。任意なので0個以上オプションにもなっています。実際に定義してみました。でその KW アーグスという変数の型を見てみるとディクトになっていると辞書になっていると。こちらがですね先ほどと同じようにプリントするだけなんですが何個でもキーワード奇数を受け取れて、まあ、実際アップル100とかバナナ50ってキーワード引数渡しをすると辞書に入ってきます。両方セットにして可変長1奇数可変長キーワード奇数どっちを持った関数ができました。でアーグスはタプルで KW アーグスは辞書を指していると、うん、手元にイテラブル今回はイテラブルの中のリストを持ってきましたがイテラブルがあったときにこのイテラブルを普通に渡します。アーグスはタプルなんですけど要素が1で私ですねこれこうしたいんですよ。さっきの123って渡したみたいにリスト123が入ったリストを渡したらこうしたいんですよ。こうしたいちょっとすみませんアーグスが要素3のタプルになってほしいんですよ。今は要素1のタプルでアーグスの0番目にリストが入ってきちゃってるんですよ。でこのちょっともどかしさを解消したいとインデックスしてしたらできると思うんですけどこれだとナンバーズリストがなんかこう可変だと思うので変わったら動かなくなります。これはですね先ほども登場したイテラブルアンパックエンジンでできます。このナンバーズの前にアスタリスクをつけてるんですね。でこれをやると、一奇数として渡せます。アーグスのところ123になってますよね。他のイテラブルでも同様に機能します。で辞書があるときはですね、辞書のキーイコール値という形で全部名前付きで可変長キーワード奇数に渡したいと。そしたら、辞書アンパック演算子を皆さん知ってると思うんでこれを使えばできます。で2つのアンパック演算子は、まあ、ごめんなさいイテラブルアンパック演算子辞書アンパック演算子と順に限るんですけど両方同時に使えます。でアンパック演算子は一度に複数っていう話があったんですけどこれは関数の引数でも同じように使えて一度に複数使う例としては、一番上がイテラブルの方をアンパックを2回やりましたし下の方は辞書のアンパックを2回使っています。まとめです。アスタリスクをつけた仮引数は可変長1引数となりそこに対してイテラブルにアスタリスクをつけて渡すとそのイテラブルの要素が全部渡せます。もう1個アスタリスクを2つつけた、引数は可変長キーワード引数となりそこにアスタリスクをつけた辞書を渡すとキーイコール値という形で要素が全部渡せます。このあたりは飛ばします。というわけで、5本 LT しました。皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございます。まとめていきましょう。こういった息抜きコンテンツがありましたし、ここで紹介したものはですね、シーケンスイテラブル特殊メソッドという用語だったりとかキャッチオールアンパックまた関数の仮引数にはアスタリスクとかスラッシュこれが何々専業ってやつですね。あとアスタリスクを1個ないし2個つける仮引数これが可変長ってやつですね。でアンパック演算子を使うと新しいシーケンス作れたりとか関数の可変長引数に渡したりとかします。というわけで、お聞きいただき誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。ご発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いします。スライドにいくつか質問が上がっているようですので、はい、上から、紹介していきたいと思います。質問というよりもコメントがたくさんあるんですけどもまずはニッキーさんパチパチパチというコメントが上松さんからありました。で次に、質問としてデータサイエンティストプロのニッキーさんが最もよく使うアスタリスクの使用例はどれになりますでしょうかとありますがいかがでしょうか。いい質問ですね。ありがとうございます。
データサイエンティスト括弧最も使うガサリスクですよね。どれだろうな。でも私ですね、最近あと何だろう、データサイエンティストといってもいろんなその何だ、範囲が、見てる範囲が違うところがあると思うので、あくまで一意見なんですけど、私は最近は関数の特にその使い手に強制させるっていう点で、この4番でやった何々専用引数っていう話ですね、そこが結構なんか推しポイントかなと思ってます。そういうふうに使うことが多いです。もうこれキーワード専用にしちゃえみたいな感じで。 ありがとうございます。続きまして、LT が5本お腹いっぱい笑い、パワーアンダーバーアンダーバーパウパワーパワーマークだんだんパワー入れ替わってる君の名は笑い、主催側の回しもんやろかっこ褒めてる、いっぱいもらって楽しんでおられるアスタリスク芸人ですな、などあるんですけど、質問として、はい、位置専用関数や名前専用関数は実際に活用した例などはありますかとありました。なるほど、位置専用とか、はいはい、活用した例は、ですね、これもいい質問だと思います。あと皆さん賑やかしていただいて本当にありがとうございます。聞いててすごい楽しかったです。で、ただすいません、なんか読み上げづらいところになってしまって申し訳ありません。で、質問のご回答ですが、このキーワード専用とか位置専用の使っているところなんですけど、私これなんか今練習中みたいな感じなんで、自分の書いたことでこれがめっちゃうまくできましたってものは紹介できないんですけど、例えばですね、サイキットラーンのソースコードとか見ていただくと、機械学習で使うサイキットラーンですね、あれの何々クラシファイヤーとか見ていただくと、そのオプションのところがうまくキーワード専用になってたりとかするんですよ。なんで、なんか私 Python のコード読むの好きなので、ライブラリとかそういうので、あ、この書き方めっちゃいいじゃんみたいなので、今サイキットラーンを紹介しました。はい、もし私が書いたこれ見てくれみたいな方はぜひ共有してください。はい、すごい知見だと思います。ありがとうございます。いくつか会場などから質問が追加で上がってきておりまして、アンパック代入する変数に型ヒントをつけたい場合ってどうするのがベストですか、事前に定義するしかないですかとあります。いかがでしょうか。めっちゃいい質問ですね。どの質問もいい質問だと思うんですけど、なるほど、型ヒントがやばいな、これ、ちょっと私型ヒントに関しては雰囲気勢なので、すいません、誰か教えてください。すいません、ちょっとここで変なこと言う、不正確なこと言うよりかは知ってる人に聞いた方がいいかなと判断しています。LT とかもあるので、じゃあしょうがねえな、ニッキーに教えてやるよっていうので LT しまっても大丈夫です。はい、すいません、回答できなくて、ちょっと調べてみます、私の方でも。 ありがとうございます。続々とコメントが寄せられてきているんですけど、ありがとうございます。はい、最後の質問として、はい、かっこしがらみなしでかっこ閉じる一番好きなアスタリスクは何ですかと。しがらみなしで一番好きなアスタリスク、なんか哲学的な質問来ましたね、ありがとうございます。一番好きなアスタリスクなんだろう、なんだろう、最近はですね、この今紹介したその文法的なところはなんかこうやり尽くしたというか なっていう感覚があって、別にまあなんでちょっと深いところにあるアスタリスクに興味がありまして、これおまけコンテンツのところにもあるんですけど、例えばその Python の文法定義、ペグとかでもアスタリスク使ってるので、そのペグ読むのとかに興味ありますし、なんだろう、今の興味っていう点でペグとか、あとまあ CPython とかも今後見ていってみたいなみたいな感じで思っております。なんでまだ知らないアスタリスクにすごい興味があるっていう感じです。ご質問ありがとうございます。 ありがとうございます。ではたくさんコメントが来てるんですけど、お時間なのでこちらでトークを終了とさせていただきたいと思います。もし質問が他にある方は直接廊下や、廊下などで、お尋ねいただければと思います。では、ご発表ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。